維新後に設置された仮藩町岩木平藩は、江戸時代に旧道の区国の菊田郡から奈良派までを治めた藩である。藩長は岩木平城。浜通り南部は平安時代末期から岩木氏が支配していたが、関ヶ原の戦いで西軍に就いたために領地を没収された。岩木氏は後に品の中村藩を経て出羽亀田に移転した。 いわき平藩は鳥居、内藤、井上、安藤の各種が治めたが、いずれも徳川将軍家の側近であった。また、いわき平藩は幕末に後部合体を進めた老中、安藤信正の所領として知られている。いわき氏が去った後に浜通り南部を治めた者は鳥居忠政である。忠政が井井平に入ると、岩木の岩の字を変更して、岩木平に、 都市名を変更し、道の区国南東部4軍のうち10万国が与えられた。ただまさが岩の字を変更したのは、関ヶ原で岩木市が徳川市に敵対したため、岩木の字を忌避してのことである。岩木市の居城は大館城であったが、その東に新たに岩木平城を築き、それに伴い城下町の再編を行った。京の八幡工事付近にあった。 高野城等を移して、家臣の屋敷にし、高台に数多くあった寺社を移し、そこを城郭にした。岩木平城を建設する際に、治水のため、丹後という沖縄人一柱とした話があり、今日でも丹後沢の名前で残っている。鳥石は、元那八年、出羽国山形に数尾天保となった。鳥石が山形に天保後、岩木平に入った藩主が、内藤正長である。 着師忠だに二万国、正長の女性、肘方武士へに一万国が与えられ、岩木平藩は七万国となった。正長が没死、その後を継いだ者が内藤忠興である。継いだ翌年から約十年にわたって、領内の創建地を行い、これによって二万国の増収をもたらした。寛永十五年の虎の年に集中して行われたので、寛永虎の名はと言われる。 慶安2年には、岩木平藩にとって最初の成分法である、河中派と初代艦高中取扱いの邸高中五壁所を制定した。また、日田開発も盛んで、用水路の普請を行った。その代表的なものが、小川郷と愛谷である。小川郷は、軍部業、沢村官兵衛勝ちためにより改作され、小川から四倉まで 30km、31、 家村に及ぶ。相谷へは、相谷村から沼の内村まで23三家村を潤した。忠興が隠居して藩主に就任した者が内藤義飼である。若い頃から若徘徊に傾倒していたため、藩政を古障の松賀族の助に異常してしまった。このことが、後の岩木平藩御章騒動のもとになってくる。義会の後、義高、義中、正木の代まで、 天才や不信のため財政が圧迫していた。そんな中、原文3年9月に百姓一揆が起こった。それが理由で処罰的な意味もあり、延教4年、内藤氏は日向の岡に天保となった。内藤氏の後に来たのが井上政慶である。岩木平藩を支配したのは延教4年から法歴8年の約10年間のみで、資料は少ない。 井上氏の後には、美の加納藩主、安藤信成が入法した。入法後、藩公子制度を、八幡田公寺に創設して、藩士の子弟を教育した。漢学を、おもとし、激剣を重とした。四書五教、国語、小学、図案、習字を中心に教え、後に、兵法、洋学も取り入れた。春秋二回の試験で、成績優秀者には、法上を与えた。 明治4年に廃止されるまで、岩木平藩の最高学府的な存在であった。歴代藩主の中で最も有名な人物は、第5代藩主、安藤信正である。信正は、桜田門外の変の後、老中として、幕政を主導したが、文久2年の坂下門外の変で失脚、強制隠居処分に処され、所領も4万国に削減された。 1868年の母親戦争では信政は、砂漠派としての地位を貫き、岩木平藩は奥上津列藩同盟に加入して、明治政府軍と敵対した。しかし藩長である、岩木平城での攻防戦で敗北し、岩木平城は消失して、藩士は敗走した。不代12万国、忠政不代7万国、 正永忠置義外義高桂中正喜不代3万7千国、政敬不代6万7千国4万国、信成慎敬信義、信吉信政新民信武,武明治維新後に、岩前軍後村、岩木軍一村が加わった。ありがとうございます。